元彼に復讐された話。私は、今は、40代だけ、と20年くらい前にある彼氏と付き合っていて、結婚の話になった。それで、うちの実家に挨拶に来たんだけど、うちの実家は、代々武家で、親戚も、税理士とか医者とか官僚とかもいる名門だった。父は、その時にある大学の付属の高校の先生だった。元彼が挨拶に来たんだけど、元彼は、小さい会社で働いていて二流大学出身。うちは、一流大学で親戚も宮廷ばかりだったから、父は、結婚に猛反対、母も猛反対だった。父も、元彼に会った時にうちは一流ばかりだから、私にふさわしくない。結婚には反対だと言った。元彼は、何回も来て説得しようとしてくれたけど、家族が猛反対するし別にいいかと思い、結局は私から別れてしまった。それから20年。父は、大学の上級講師になり、教授を目指していた。それで、大学の理事の信任があり、そこに、元彼の名前がある。珍しい名前だから、父も覚えていたみたいだった。私も結婚していてある、ひじっかに帰った時に、父から元彼が妨害してくるから、教授になれないと相談されて、私も、とても腹が立って、一度元彼に会って、きっちり話そうと思った。だけど、私も別れてから20年経っているから、元彼の連絡先もわからない。ネットで検索したら、元彼の名前が出てきて、元彼は会社を経営していた。Facebook もあったから、そこから連絡ば取ろうと思っても、全然返事がない。共通の友人と連絡ば取り確認したところ勤めとった会社は倒産して、会社を立ち上げ、そこそこ羽振りがいいと分かった。その話を聞いて、その状態なのに、父の出世を妨害して、すごく腹が立った。それで、共通の友人から連絡を取ってもらっても、元彼は結婚しているから、元彼女には会わない。妻にも言えないから会わない連絡もしてほしくないとの返事だった。また、えらく腹が立ち、共通の友人に頼み込んで会う約束は取れた。だけど、条件はあると、二人きりでは絶対に会わないから。こっちは、友人を同席させるそちらも誰か同席させてほしいとのことだった。それで、うちの友人で、父の口利きで大学職員になってる人を同席させた。それで、元彼は、同年代くらいの男性を連れてきて、うちの友人も同席して話し合いをした。それでなんで、父の出世を妨害するのか詰め寄った。友人も妨害するなんて小さい男だから逃げられると言った。元彼は黙って聞いていたが、最後に分かったこれに関しては対応する。お父様は会うことを知ってるのかと聞きてきた。もちろん会うのは知ってると答えた。それならお父様もいっぺん呼んでもらえないか。お話ば聞かせてほしいと言った。それで父に報告したところ、会って一度きっちり話そうと言った。後日、父とうちと友人と元彼と元彼の友人と会った。それで、父は、結婚を反対したことと、うちの件は違うだろうと、詰問してた。元彼は、黙って聞いていて、すぐには、返事できなか3ヶ月待ってほしい。この件に関しては、対処すると答えた。1月後、大学の理事会に、父は呼ばれて、その場で、父とうちの友人は、脅迫により懲戒解雇にすると言われた。元彼と同席していたのは元彼の奥さんのお兄さんだから、その人も理事だったそう。元彼は結婚して、その一族が大学の理事長だったそうで、その関係から理事になっていたそう。会った時に喋ったことは全て録音撮影されていて、弁護士に相談しても訴えても無駄だと言われた。その時に元彼は何も言わなかったそう。それだから、私は実家に帰れません。父の面子を潰した人間ということで阻害されてしまった。父は、結局、塾を経営するしかなくなった。懲戒解雇になった件が広まったせい。こうして元彼に復讐された。今思い出しても腹が立つ。